もう一つのジャカルタの多分来てるホテル、アートホテル。Hello. Oh.これがアートホテル、エキスビジョンをしてるみたい。エキスビジョン中だ。全部売ってますね。細工がものすごいですね、これ紙かな。至る所にこの普通のがあるけど、日本で買うとこれ20万ぐらいしますからね。これはちょっと今あれですね、海の方に来たんですけど全然良くないですね。ジャカルタの海の方全く良くないです。今日の朝乗り過ごしました16時だと思ったら到着が16時で、飛行機10時出発です。またやっちまった。で、今はなんだこれ、なんだかんだジャカルタは楽しかったです。楽しかったですね、ジャカルタ。実は今日の朝飛行機に乗るはずだったんですけど、今23時ですかね。あるあるだな、もうほんと最近は飛行機の時間をちょっと今一度ちゃんと覚えておこうと思います。チェックしようと思います。ここはインドネシアジャカルタ。もうね、今までで一番早かったです。何が早いって、チェックインと、荷物、ほんと早い。国内線よりも早いかも。これだったらもしかすると10分前に来てもう大丈夫なぐらい。タイとかめっちゃ並んでたんですよね。2時間ぐらいかかったかな、もうほんとゲートに行くまで。空港で荷物を預けて、セキュリティチェックとかをかかるのが、でパスポートコントロール通るの、国によってめっちゃかかるところあるんですけどね、ここジャカルタはめっちゃ早いです。あれ、ガルーダ、まあインドネシアだからガルーダのターミナルだからかもしれないですけどね、ほんと早い。これだったらほんと1時間前でも十分ですね。今日はでも余裕を持って、今というか1回乗り過ごしてるんですけど、まあ今は余裕を持ってきてます。まだ1時間45分時間がたっぷりあります。今回はもう乗り過ごさないと思います。はい、今こうやってあるんだな。
荷物チェックがないと思ったらここであるんだ。危ない。これ結構早く出といてよかった。